ほいでこれも外してな、ああこれも外してここちっとよしやね、これ上上げてこの隙間 見えへんやな、ああここへこう当てんのよ、ああほんじゃ綺麗やな、これピタッと、はい、ここまでこう入れんのよ、こう入れんのよ、ここへな、ああほんじゃこの木をこれに3ミリほどかけたら、ああ向こうから見ても見えへんやな、ああこう置いたらあかんさかいな、ああこうでもかまん、これまっすぐやさかい、あーそれでもいける、5分下げたらええね、こうして5分下げんのよ、5分下げてピタッとくっつけて、ああ横にくれると思う、なんでこれ綺麗な収まりや、うん、な、谷さん、あと額縁ってどうやって作る、こういうこの前このなんとかパイン、ああそうそうそう、それでな、これでしょ、うん、これだよね、ああメルサワ、メルサワ、それをイル寸法にな、わしらこしらえんのな、まあ大体言うたらこんなようなもんをこしらえんねん、こういうものをな、ほでこう水をこう掘ってあるわけや、あな、ほでこれでもかまここに差し込むわけや、ほでこれは苗段つけとるか言うたら、これからこれ閉めるから、わかる？どっから見てるか、これ。どっから見てるこれ。上からや、上から見てる。上からどっちが壁面？え？壁。壁こっちが。こっちこれからこうまあボードのボードここに入れてこっちこう貼るわけや。ああ。な。でここが出るってことか。うん。ほんでここが何ぼか欲しいいうのは額縁入れるわ。額縁な、まあこんな便利なのかな、まあこういうのを入れるんだったらここへ行く、こうまあこうボード入れるとするやな、うん、こんなに入れねで、うん、な、ほでこのドライデーかドライデーか額縁はもう下まで行くとこもあるやな、うんうん、な、ほんだらこれはばきいうもんや、これ、うんうんうん、こんなもんがあるわけや、うん、ほんではこれこう上押さえたらここちっと前で面取りしろいうか、これまあこんだけ大きても構えへんけどな、うん、こんだけのもんこしゃえられなかったら収まれへん、はばきと額縁面の方が綺麗、うん、こうはばきが来て、うん、これ額縁が下まで来るじゃん、でこう立つわけやな、ああこんなになるわけじゃ、まあ言うたら、ああな、うん、でこの木がここまで来とさ、こう入れて、こう入れさかい、ここ何ぼかすぐさかいで、もう一つこう下を隠すためにこれをはばき入れんねんから、ああほんじゃこう突きつけたらきれいに収まるや、うん、な、ここは別に描かなくていいよね、えここはばきと額縁のそこは描かなくてもいい、うん、はばきを描かないのもこう突きつけたらええさかいな、うん、うん、ほんじゃ一番下の水筒のとこはこの幅で隠れるから、うん、な、大体この形こういうふうになんか面取ったりすればいいってこと、面はここに取んねん、そっちで取る、ここは縦にこうあったこっち側や、縦があったら額縁ここに数えに入るやろ、うん、ほんじゃこっち側を面取るわけや、ああそういうことか、うん、このこらえになるわけやな、巻いたらこう収めたいわけや、うん、な、ほんでこれこのやつでこう下まで額縁、うん、この木が下まで行くから、うん、ここでこっち壁あったら幅木ここへこう入れらんなんからな、うん、こんだけ余裕見とるわけや、うん、ほんでこう下へ幅木入れたったらやな、うん、な、ほんでこっちはここが狛江面や、ほんでこっちちょっと3分ぐらいの面取っとったらきれいになるや、でこれを先に ここで釘打ちつける、ああ、クジのガマン、ノリでもいいの、えボンドつけてビスや、あボンドつけてビスや、ああ